はい、こんばんは。鈴木です。今回の話はあの沖縄であの新型コロナウイルス初の死者が現れたんですね。はいまあ、亡くなった人が。まあ70代のまあ、方なんですけど、まあ、1人死亡ということで。はい。も、まあ、とうとう沖縄にも死者が現れましたね。もう僕沖縄に住んでるんですけど、まあ、やっぱやっぱ死者は出るなとはちょっと思ってましたね。 まあ、沖縄県の玉城デニ知事は16日正午に、まあ、県庁で記者会見し、まあ、新型コロナウイルスに、まあ、感染し入院していた一人が死亡したと発表していて、まあ、玉城知事は重く受け止めているなお一層の努力が必要だとも語っていてですね、まあ、県内で感染が確認された人が死亡するのはまあ初めてで県は死亡した患者は70代と発表したが性別は

まあコロナウイルスの感染ってどうやら高齢者だけじゃなくて実は30代の方あのあの新型コロナウイルスの、まあ、亡くなった人って実は高齢者だけじゃなくて30代の、まあ、誰なのか分かんないんですけど30代の方も亡くなってるんですね日本でね。日本であの亡くなってるんですよね。 本当に30代の方も本当にごめ福をお祈りします。そういうことなんですね。というわけで今回はこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。